田中口駅は和歌山県和歌山市大田にある和歌山電鉄岸川線の駅。駅番号は02。この駅の開業をする2年前の1922年に国鉄規制再線が和歌山駅から美ノ島駅まで開通し東和歌山駅が開業した。山東京弁鉄道はこの東和歌山駅に乗り入れをするため秋月駅から新しく東和歌山駅までの路線を 開通させて、そちらを使用することとした。この駅のある、位置の正方700メートルほどの場所の急線上に、あった大橋駅は、新線開業後廃止になり、さらに新しい路線のこの付近には、駅が設けられなかったので、元の大橋駅があった付近の住民は、新しい路線の開通により不便をきたすようになった。そしてそのため住民らが請願を行い、この駅は開業した。 短式ホーム一面一線のみを持ち、列車同士の行き違いはできない地上駅。無人駅で自動券売機や自動改札機などは設置されておらず、するっと関西対応のカードも使用できない。木造の駅舎が1990年代には残存していたが撤去された。ホームには上屋が設けられており、上屋の裏には小さなトイレが設置されている。また、 ホームと外部とは三段の短い階段と緩やかなスロープで結ばれている。2019年度の調査結果では、1日平均乗降人員は159人で、ある。各年度の1日平均乗降人員は、下記の通り。この駅は、和歌山県の県庁所在地和歌山市の市街地にあり、辺りには、住宅が建て込んでいる。当駅の田中口という駅名の由来ともなった。 田中町はこの駅の北東をおよそ300メートルほどのところにあり、当駅とわずか600メートルほどしか離れていない、和歌山駅から行くのと、距離の点では変わらない。この駅は、ちょうど岸川線の線路が、JR 西日本の木の国線から分かれる付近にある。地方鉄道運輸営業、一部廃止並み営業マイルほど変更、官報1924年3月19日。 地方鉄道駅設置、官報1924年6月25日、令和元年度和歌山県公共交通機関、投資領収。ありがとうございます。